皆さんお疲れ様です。東武ファンフェスタ、年に1回にやっております。南栗橋に来ております。これから南栗橋研修区に、行ってまいります。今日はイベントのため親子連れのお客さんがたくさんいております。そこに映っているのは、オレンジと灰色の灰色っていうかグレーの、色をしてました東武8000系8111でございます。普段は東武アーバンパークラインを走行し、定期運用されておりますが、今日は団体専用として、今日、運転されております。歩いて、約どれくらい歩いたのか、20分ぐらいかなっていうぐらいの距離でございました。早速入ります。今そこに止まっておりますが、東京メトロの半蔵門線でございます。ここから中央林間まで、直通乗り運転をしております。奥にあるのが、8000系で、手前にあるのが1万系でございます。で、今映し出されているのが、東武1万系でございます。今そこに映し出されているのが、河川点検用の車両でございます。名式な車、名称はちょっと勉強不足でした、すいません。今そこに停車しているのが東武7万系で、7両編成でございますが、今日は3両で、ここに留置されております。補線の、体験作業でございます。ちょっとそこに、もうちょっと7万系移しました。今ここに停車されているのが東武東上線の、3万系でございます。当初はですね、3万系は半蔵門線乗り換え、乗り入れ用のために、製造されたものですが、いろいろ訳がありまして、5万系に切り替えました。今全15編成おりますが、いずれも、東上線に、移動になっております。ちょうどね、この車体とその車輪のところ、ちょうどこのもの線にぴったしな慎重さでございます。間違ってもここを潜らないように気をつけてくださいね。運転席と運転席の間に線路転落防止柵がつけております。このまま廃車までは、このままになると思われます。こちらの方は JR から、払い下げてきました、夜行用の、寝台列車に使われた車両でございます。こちらですね、この通り、鬼怒川温泉から下井町までの表示がされております。この間数年前まではなかったんですが、 SL の、研修区でございました。
早速ですね、SL 研修車の中に入ってみます。このように SL といえる部品やらを、展示されております。触ってもいいですか？あ、どうぞ。あ、こっちは汚れちゃうの、こっち。あ、はい。これが石炭ですね、はい、本物の。はい、本物です。うん、これ結構軽いんですね。そうですね、石炭はそんなに重くないです。はい、石とはまた違うよね。木の化石燃料なんで。木の化石燃料。はい、それよく見てもらえれば、木の燃料ですかね。あ、はい。確かになんか偽物って思っちゃうぐらいなんか。オーストラリアから持ってきてます。あ、はい。国産の石炭も一応あるっちゃあるんですけど、はい、やっぱ燃え方が一番いいのはオーストラリアのやつかなって。オーストラリアの。あ、国内で採れるとしたら釧路とかで採れる。釧路、はい。うん、はい、なるほど。釧路の石炭はちょっと燃えが良すぎて危ないんで。あ、そうなんですかね。寒いところじゃないとダメとか。うん、これ石炭。前にも行き先表示操作の体験はしたことあります。でも昔は、手動だった時によくいたずらでやっておりました。今としては実行だと思って、並んでる間に、動作体験を、見学します。長くなるので、飽きた方は
そのまま早送りしちゃってもよろしいです。
この電車ですが、500系電車今いいとなります。2017年4月から運用を開始し、現在17編成51両があります。6両または3両で浅草から伊勢崎、東武日光、東武は会津鉄道の会津鉄道まで運用している車両となります。調整してちょっとこっちに戻してみます。5日目にちょうど会うところです。
休憩が12時15分からだ。どうもありがとうございます。ちょっと高いんで、手元、手元、右に座らせてください。左から見ながら奥につけたのがスライドです。はい、こちらでも水がやってます。はい、こちらでも水がやってます。そうですね、あと
ですね、硬いんで、ちょっと根元持った方がいいですね。わかりました。グッと、そうですね、で、はい、奥につけたのは右側にスライドしてください。はい、で、こちらになってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、他にも入れさせてください。はい、お預かりします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、次の人に出してください。はい、すいません。はい、お預かりします。はい、どうぞ。はい、すいませんね。します。ありがとうございます。はい、ありがとう。あ、こちらケース。あ、はい。はい。はい。さすがじゃんね、佐野丸ね。ぜひね、端っこに佐野丸のね、ぬいぐるみもいるんでね、ぜひね、買ってくださいね。佐野丸の可愛いね。あ、可愛い。笑ってる。笑ってる。笑ってる。販売したから笑ってる。にんまりしてるね。やったー。やったー。にんまり。嬉しいね。さすがじゃんね、佐野丸ね。佐野市のね、PR ちゃんとできて。こちら東武バスのブースです。バス停や路線図、ジャンク品の発売を行ってます。ぜひお手に取ってご覧ください。先ほどの動作体験は、横からしか見えなかったので、今度はこの位置から、見て、動かしているところを見てみます。
バスはかなり混雑しているため、歩いて帰ることにしました。この時間だとかなり、帰る人が増えてきています。来年も東武ファンフェスタ見に行きたいと思ってます。